活動費がもし仮に 10% も下がった日にはですね、えらいこっちゃですよ、これ。外部の目は入れた方がいいと思います。もう当たり前になっちゃったら本当気づかないですから。これ 0. 数%も動かせないですか、そこまで徹底してますかということですね。どうも、一ノ沢翔です。今日はですね、PL 損益計算書の損益改善、これをどうやっていけばいいかということについてですね、多くの会社が間違えちゃってるコスト削減ですね、これについてお話ししていきたいなというふうに思います。固定費削減っていうところですね、業績が悪化してきた時に必ず出てくるのが固定費削減っていうお話ですね。多分これ誰にお話ししてもこの話は出てくると思います。もちろんですね、利益キャッシュを生まない経費っていうのは使う意味が全くないので、削っていくべき、コスト削減していくべきなんですけれども、これ自体は徹底的に削減していくべきものなんですけれども、これにばっかり目がいっちゃってないですかっていうことですね。もっと重要なところがありますよということに気づいていない、そこに着手できていない会社が結構あったりするので、そのことについてお話ししていきたいなというふうに思います。社長とですね話しても、いやもううち削れるところないからどうしようとかですね、もうこれ以上ね従業員の給料削るわけにもいかないし、削れるコストないよ、うちはもうやれること全部やってますみたいなね会社結構あると思うんですけれどもね、私は別にコスト削減コンサルじゃないので、そこだけやってるわけじゃないんですね。全体最適化の一つとして固定費削減っていうのも当然やりますけれども、もっと重要なことありますよっていうことなんですね。それが何かっていうと、変動費の削減ですね。何言ってんだよ先生と、変動費なんて下がるわけないだろ、そんなんできたらやってるよと、最初に手つけるところだろってね、そういうふうにおっしゃる方多いと思うんですけれども、実際本当にそうですかっていう話なんですね。実際はそんなことはない。本当に変動費を削れるところまで削り出してるっていう会社ってあんまりないというふうに私は思っています。ちなみにですけども、固定費と変動費についてちょっとおさらいしていきますね。はい、ちょっと今日はね2パターン書いてみたんですけれども、これ何を表しているかっていうと、変って書いてあるところは変動費で、こって書いてあるところは固定費ですね。でこっちも同じです。ただ順番が逆になってるだけです。これどういう意味かっていうと、要はですね、ここ変動費と固定費のこの部分ですね、これがコストの合計なわけですね。こっちも同じです。変動費が下に来てるだけで全く同じですね。固定費一定なので変動費の上に同じ幅で乗っかってるってことですね。でこっちは固定費が下に来てるので同じ幅のものがまずあって、その上に変動費が来てると。で変動費って何かっていうと、売上に対して、売上のね、正確に言うと売上の数量ですね、数量に比例して大きくなっていくコストのことを変動費と言います。なので例えば卸売業とか小売業分かりやすいんですけど、仕入れが変動費ですよね。あとは建設業とかだったら外注費なんかも変動費に入ってくるかなと思います。でこれが売上ですね。赤い線が売上ですね。このコストの合計を超えたところ、ここですね、ここがいわゆる損益分岐点売上高、これ以上売上が増えれば赤字じゃなくて黒字になりますよっていうところですね。この差分かりますよね。この黒い線と赤い線の差、ここが利益っていうことですね。はい、ここが利益です。こっちも同じですね。ここの黒い線と赤い線の差が利益となると。なのでこの損益分岐点下回っちゃうとこれマイナスですよね。なので損失になってるよという意味ですね。はい、固定費と変動費っていうのはこんな風に覚えていただけるといいのかなという風に思います。でこうなってるわけなんですけど、固定費減らすって分かりやすいですよね。固定費が下がればこの線が下に行けば、その分ね全体のコストが下に行くので、例えば固定費1億円コスト削減できれば利益がそのまま1億円増えますよと。ここが下がった分ね利益の幅増えますよね。なので1億円利益が増えますよと、こういう形になってるわけです。じゃあ変動費どうなのね、製造業とかだったら、例えば材料ね、1個10円のネジ、ネジ1本1円単価下げましたと。いや先生と、これネジ1本1円下げたってたかが知れてるでしょと。固定費ね、これがっつり削減した方が全然効果でかいじゃないですか。いや本当にそうですかという話なんですね。10円のネジがもし1円下がったら 10% のコスト削減ですからね。1個の単価はね1円かもしれないですけど、それが積み重なっていけばめちゃくちゃ大きい金額になっていきますよね。変動費がもし仮に 10% も下がった日にはですね、えらいこっちゃですよこれ。じゃあね、数字で見た方が分かりやすいと思いますので、ちょっとね数字の例も出していきたいなというふうに思います。はい、じゃあちょっとねこちらの数字を見ていただきたいんですけれども、はい、これ単位 M っていうのは100万円っていう意味ですね。なので2000っていうのは2100万円なので20億円のことです。はい、売上20億円で、変動費、変っていうのは変動費ですね。変動費が売上に対して 45% 発生しますということで、900なので9億円ですね。はい、20億円売上があって変動費は9億円なので、限界利益、売上から変動費引いたものを限界利益ってしますけど、限界利益が11億円ですと。で固定費10億円で、最終的に経常利益1億円ですね。100っていうのは1億です。経常利益1億円出てますよという、こういう会会社があったとします。で、こういう会社で固定費めちゃくちゃ頑張って削減しましたと。頑張って1000万円削減しましたって言ったら、固定費がね、ここ990になりますよね。そうすると、経常利益110、1000万円増えて1億1000万円になりますと。ね、これが固定費削減ですね。じゃあ、変動費はどうなのっていう話ですね。じゃあ、この変動費、今 45%、売上に対して 45% 変動費発生してますけれども、これが仮に 1% 下がったらどうなるかっていうのをちょっとね、考えてみていただきたいんです。これを 44% に削減できましたと。そうすると、これ44%、20億の 44% で880、要は8億8000万円で、いくら削減できてますかっていうと、2000万円。1% 削減するだけで、2000万円も利益が増える。要は頑張って固定費1000万円減らすより効果が大きいっていうことですね。こう 5% もし下げることができたら1億円ですからね。いやいや、そうは言ってもそんな 1% も下げられませんよと。本当にそうですかっていう話ですね。やれること全部やってますかと。ね、さっき言ったネジの話もそうですけど、仕入れ先から相見積もり取ってますから、いや1円のために相見積もり取らないでしょって思うかもしれないですけども、それの積み重ねですからね。まあ、1個で大きい金額下がるんだったらそれは誰でもやりますけれども、こういう小さいものを積み重ねて大きくしていくっていうのが変動費の削減ですね。いやもううちはね、30年前からこの問屋から仕入れてるから、ここが一番いいんだよって何の根拠ですかっていう話ですよね。相見積も取ってないんですからね。その同じ会社にね、下げてくれって言っても、いやうちも厳しくてってなるかもしれないですけどね、モノタロウで仕入れたら半額になるかもしれませんよっていうことじゃないですか。なので、その1社だけでやっていくっていうのは、今までのやり方をずっと踏襲していくっていうのはね、最適解なのかっていうのは確認しないと、もしかしたらそれが一番いいかもしれないですけど、確認しないとわからないわけですから、他社から相見積もり取ったりっていうのは最適にやるべきですよね。まあそういったね、値段交渉っていうのはもちろんそうですし、そもそもこの製品ってネジこんないっぱいいるんですかと。精密機でもないこの蓋するのに10個もネジ止める必要あるんですかと。これ5個でいけるんじゃないですかみたいな話があったりするわけですね。部品の点数が減れば、それだけ材料も必要なくなるわけですね。しかもこの10本のネジ締めるのに1分かかるとしたら、5個なら30秒でできるっていうことで、作業員の工数も減らせたりするわけですね。なので部品の点数減らすと原価の削減にめちゃくちゃつながってきますね。人件費っていうのは固定費っていうふうに思われるかもしれないですけど、確かに人件費基本的に固定費なんですけれども、例えば外注さんを使ってたりとかね、パート社員とか派遣社員とか時間給で働いてる人の働く時間が減れば、その分ね、コスト削減できますよね。例えば製造業だったら工場の動線とか最適化してますかっていう話ですね。例えばね、工場の中でなんかラインがこう、これ上から見てるとしますね。こういう風に島がね、3つあったとして、はい、こっちから商品投入して、こう進んでいって、ここに行ったらまたここに戻って、こっち、次の2列目はまた右から始まって、こう進んでいきますと。で、3列目も同じように右から始まって、依頼に進んでいきます。まあ、こうなってるとしたらですね、例えば、これ順番ね、2列目入れ替えれば、2列目は、1列目終わった時、こっからスタートして、こっちにね、右に進んでいけば、この移動距離必要なくなるんじゃないですかとかですね。これ極端な例かもしれないですけれども、こんなことは本当に普通にありますからね。無駄でしょっていうね。外部の人が見たら、どう考えてもそれ無駄だよねっていうことを当たり前にやってたら気づかないですからね。そういうことを徹底的に見直していく必要がある。外部の目は入れた方がいいと思います。もう当たり前になっちゃったら本当気づかないですから。これ製造業以外も同じですからね。例えば飲食とかだってそうですからね。もう徹底的に無駄を排除していけば、絶対変動費下げられます。本当にやれること全てやって 1% も下げる余地ないんですかっていう話ですね。変動費下がったらこんなに効果大きいんですよっていうことを意識してですね、これ徹底的にやっていただきたいなというふうに思います。で、変動費を下げるのと同じぐらい効果が大きいものとして、売上の単価ですね。まあ、これ売上の単価が 1% 上がれば、同じだけ利益増えますよね。この例で言ったら20億に対して 1% 売上ね、単価が上がれば2000万円売上増えて、その分丸々利益になるわけですから、変動比率を下げるのと同じぐらい効果があるわけです。いやいや先生と値上げは本当に無理ですとおっしゃる社長多いですけれども、意外とですね、単価上げればそれだけで全ての問題が解決したりすることってあるんですね。単価上げたら売上減っちゃうよって言ってたのに全然減らなかったりとか、減ったとしても最終的に利益としては増えるっていうこともよくありますし、逆にね、単価ちょっと上げたらお客さんに「いや社長のとこ安すぎて大丈夫かなって心配してたんだよね」って言われたりとか、もうほんとそんなこと普通にありますからね。そうは言っても単価上げるの怖いよと。経営者の方は結構値上げするのって怖がるんですよね。まあ、確かにいきなり倍とかにしたらお客さんそれは減りますよっていう話もあるんですけれども、この倍とかにするわけじゃない、まあ、市場を作れるね大企業とかとうちは違うんだと、競合他社もあるんだからそんな簡単に負けられないよという考えも分かります。じゃあ社長とお客さんにお話しして、売上単価 0.7% アップ 0.5% アップ 0.3% アップも無理ですかと、それぐらいだったらどうにかなりませんかねっていう話ですね。例えば単価が 0.7% 上がって変動費が 0.3% どうにかして下げましたって言ったら、トータル 1% の効果が出て、まあ、2000万円ぐらいこの会社で今ね、売上20億の会社で 1% 利益が増えれば2000万円利益増えるわけですけれども、これ 0. 数%も動かせないですか、そこまで徹底してますかということですね。なんかね、コンサルとかで入るとそういうね、ほんと裏技みたいな、一発で何億円削減しますとか、単価アップしますとか、売上利益アップしますみたいな、そういう裏技みたいなことを期待されてる方って多いんですけれども、そうじゃないです。そんな一発でめちゃめちゃ効果があるものなんて誰でもやってますと。こういう細かいものを積み重ねてやるべきことを全てやって、結果として大きな利益を生み出していくっていう、これをやるしかないんですよね。なのでこういうことを徹底的にやることで結果として大きな差になってくるわけです。うまくいってる会社っていうのは徹底的にそういうね、もう本当に細かいことを徹底してやっているわけですね。まあ、話聞いたことはあると思います。そういう話、いやうちは無理だよとかっていうね、皆さんおっしゃるんですけど、無理な理由ってめんどくさい、やりたくないぐらいなんですよね。やってできないことじゃないんですね。なのでやり方知ってる、やれる、やらないっていうねロジックなんですね。やり方も知ってる、やろうと思えばできる、じゃあやろうっていう、それだけなんですね。うまくいってる会社とそうでない会社の差、そこしかないと思うんです。本当に細かい会社はもう細かすぎて逆に管理コストで高くなっちゃってるんじゃないのっていうぐらい徹底してやってますからね。もうね、一撃必殺で一発でめちゃめちゃ利益増やせますみたいな、裏技ずっと探してますみたいな会社はもう一生うまくいかないと思います。たとえね、効果がちっちゃくて一個一個は意味ねえよと思うようなものでも、本当にね積み重ねていけば大きな効果になっていきますので、本当に徹底的に何か絞り出せるものないかなっていうのを徹底してやっていただいて、利益を積み上げていっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今日はですね、コスト削減で多くの会社が起こしがちな間違いですね、固定費削減じゃなくて変動費削減できないかっていうのを考えてみましょうというお話をさせていただきました。このチャンネルではですね、こういった経営者のために会社に数字、お金を残すためにはどうすればいいかっていうお話を日々配信しておりますので、ぜひですね、興味がある、参考になった、応援してもいいよということであればチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで本日の内容は以上になります。また次回の動画をお楽しみに。それではありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画をお楽しみに。